はい、今週も始まりました。ウィチとヒカルの面白いテレビということで、あのシンクロしましたけど、いやいやいいですけど、いいですというわけでございまして、はい、なぜか本日は4名でございます、両隣にがっつりいらっしゃいますけれども、さあ、我々の両隣にお会す方、はい、我々が漫画で仕事をしておりますパニックセブンという雑誌の、こちら、あ、今井です。あ、今井氏でございますね。もうちょっと今井です。よろしくお願いします。ここ書いてありますけども、僕の、漫画の漂流者ウイチという漫画の担当をやっていただいております副編集長様でございます。副編集長です。はい。そしてさあ、こちらは、私沖光の漫画キュインクラブ担当でございます編集長 T、 もう高木さんでいいですか。いいT 氏っていうのがもうあれなんで高木さんでございます。なんとですね、なんと特別企画、二人三脚足かせバトルをやってみたいと思っております。このバトルですね、はい、非常にルールが ややこしいですか。大丈夫です、ガサガサやらないでください。収録してますよ今、はい、先生今テレビを収録しておりますよ、大丈夫、ガサガサ。さあ、ルール説明言ってよろしいですか。はい、簡単に、今回のルールですが、我々ですね、漫画が、いよいよ発売日分かりまして、はい、分かりましたね、なんとですね、9月の16日という、はい、こちら、はい、お待たせいたしました、はい、ウイチとヒカルのちょっと面白い漫画というですね、漫画でいいんですか、ですコミックですか、漫画です、漫画、はい、が、発売になりまして、我々のこう、まあ、担当していただいている、面白おかしな漫画とさらに、プラスアルファでですね、あのパチスロイカレポンチという、まあ、昔吉宗番長を僕が、打っていた頃のグラサン夫人が書いていただいた懐かしいあの漫画も、はい、まあ、あれも今井氏が、担当していただいたんですけども、その辺も、盛り込まれた漫画が16日に発売になるということで、まあ、それを記念してのバトルだったというのをなぜ先に言わんかというところですね。言わんか、ね、そうだよね。二人三脚ですので、我々なんと、担当編集の方と組んで、うんうん、隣同士でなければ座れません。ああ、それは分かりますか、はい、要するに隣2台空いてないとインできないってことね。機種は変わっても構わないですが、ああ、ああ、でどっちか勝ちます、どっちか負けます、で、まあ、勝ち負け決まりますよね、うん、何があるんですか、勝った方が、うん、何すごい、俺聞いてないからみんな知らないですよね。いや、もう言いましたよ、勝った方がすごい、何がすごい、なんかもらえる、すごい、え、なんかもらえない、そんなものが出るわけがマジで今日なんかパチスロ結構その12時回転ってことで、そうなんですよ、そうだ、それ言うの忘れてたじゃん、さっきね、視聴者の人に、どうせ知らないでしょって言われて優先入場券を4枚あららら、でこれでじゃあ並べばいいかと思ったら、うん、これでさらになんかこう順番の抽選があるっぽい、ああ、それはもう意味ないですよね。いや、でも2人とも早い方を引ければ、まあ、それなりに有利にはなるんですけど、うん、もらったのは僕だけなんで、どうしちゃいますか、そちらの方は。いや別に、え、どういう意味ですか、2人もらって4枚あるじゃないですか今。いいですか、4人いるじゃないですか。ただいただいたのは僕なんで。はい、知ってますよ、はい、でも4枚あるってこと、あ、お金、また1枚いくらかで売ろうとしてる、まあ、カチカチ君をね、この人カチカチ君1時間8000円で貸そうとしてるんです毎回僕に。ウイチ今井チームの作戦をどうぞ、お二人で。僕らだからこれあんですよ。来たね。じいさまは5台しかないって。ああ、じゃあきついですね。新鬼武者が30台。こちら高木さんは何か戦略ありますか。花ありますよね。花あるんですよ。す、僕らね好きだから。花好きなんですか。花大好きですよ実は。だからなんかダメだったら花に逃げればいいっていう ね基本戦略はありますよ。でも一応欲しいかな上から言うけど、ついに言った、一応2枚。終わっておりました。今トークしてる間に終わじゃあこれはお返しするということでございました。
じゃないやつ。あ、多分 ART 結構空いてるはずなんですけど。こっち行きましょう。あ、ちょっとラッキー取れた。すごくないですか今。ドラ、Gサマー寝台とこのドラキュラ2が一応これは両隣なんで、概念的にルール上大丈夫。そうします。これでいいか。こうしよう。これにしましょう。どっち打ちます？どっちでも。僕はどっちも打ったことないからどっちでもいいですよ。どっちか打ったことあります？僕は両方ある。でもどっちも知識ない。あ、じゃあとりあえず僕これやっていいですか？わかりました。まあでも高木さん今日いるんで、どっちみち知識はある程度持ってらっしゃるということで、心強い、非常に心強い。あ、来た。基本斜めリップですから、こっからこれがもし当たってたらボーナス揃えるまでにリプレイが何連するかが勝負。あ、弱い。もうこれアウト。そういうゲームです。いや、ほぼ分かります。何にも揃わないときはもうそこでボーナスが当たっちゃうんですよ。ちょっと聞いていいですか？なんか数えるものあるんですか？ジェリーです今。合算で数えていくと偶数奇数でだいぶ違う。で、偶数だといくつぐらいとか？あんま覚えてない。で、こういう感じです。こういう感じです。ありがとうございます。
かこれ。勝手な想像ですけど、昔の吉宗とかと一緒でババアが出て、ああそうそう、ババアが出て子役が揃うという昔と同じパターン。それはあの高確率なんですよって言おうとしたら高確率状態。まあ多分だからここ10ゲームって出てるけど、この10ゲームの間だけじゃなくてずっとその前から高確率状態が続いてるという考え方でいいと思います。これ何、これなんすか、なんでハテナになるんすか。さっきの数から全部消化しちゃうと今度はただの ARP で次のボーナスで自力で ARP 当選いかないで終わっちゃうんですよ。ボーナス引くまで、ボーナス引くまでは、ああ続く。さっぱり分かんない。なるほどって言ったけど正直さっぱり分かってない。おーおーおー、よしよしよし、確定は初めて見ました。リプレイ外れちゃったのかな。ああ。だから本当はもっとリプレイが続いた方がいいんです。まあクロバーの時もそうなのかどうかは知らないですよ。一直線にパイナップルが並ぶ形が OK なの。チャンス。ほら。そうで不思議なことに逆押しを何回か出すとナビが出るんです、経験上ね。これ3枚中2枚あったじゃないですか。まあ1枚の時もあるんですけど、1回しか当ててないのに2枚出たからすごいって言ったんです。ダメだった、惜しかった、惜しかった。あ、来た来た、当たっちゃった。リプレイ2連で当たっちゃったよ。これは8分の1のパンクを引かずに逃げ切るゲーム。間にこうなんかゲットって言われるといい。いいっていう説明も変だけどね。危ない、帰れ帰れ、もうできちゃうとアウトです。これがうまいことその遠くまで行くとギラギラッシュに入るわけね。
あ、もう当たったわ。すげえ。これもそうです。はい。あ、下へリプレイ。リプレイこれ。熱い熱い。おっせい。2ゲーム連続だ。オッズです。さあ、じゃあ俺の番。帰れ帰れ帰れ。うまい。来た。いった。ほら、これで ART は確定なんだけど、まだ終わらないから、こっからずっと上乗せ状態がもう続いてます。あー、ちょっと届かなかった。もうドキドキしすぎて何ゲームいってるか数えてなかったんですけど、もうちょっとでしたよね。いやー、もう決まってるんだけどね。これで、こうなるわけです。だからうまいこと、もう今ので完走できてたりすると、いきなり最初からここがもう残り100ゲームとかになってたりするわけ。
った。うまい。本当うまくいくととことんこれが続くシステムです。これ何？スーパーギラギラッシュ。これか、これか。おおおおおお、これすごいすごい。ハイゲームロールのこれ。うわ、終わった。終わった。頑張ってください。それ次のゲーム。あ、いったいった。3位で。鳴らしちゃダメですよ。弱い。下。ファインが止まる。よし、チャンス。大ピンチです。大ピンチです。これ。帰れ。ああ。お前下手くそだとこういうことになる。無理。おお、チャンス来た。おお、なんか増えた。おお、すごい。これは面白い。これはすごい。何これ。50もうすぐだよこれ。はい。わあ、終わった。これ終わり。終わった。うわー。50が近くにあったのにね。いやでも195でまた増えた。これすごいわ。これすごい。あそこに500とかあったら大変なことになるんすね。なるほど。まあ、今日は奥さんが優勝です。ひたすら乗ってる。番組の途中かもしれませんが、はい、発売中のパチスロ必勝ガイド10月号には、20周年特別付録ということ で、 そうです、ね、ブックインブック天井狙い見極め教本というものが付いているそうです、ね。パチスロ必勝ガイド10月号ぜひよろしくお願いしますということでございます。
さあというわけでございまして、前半戦のすごいでしょ、うん、すごい、あの正直生理的に厳しいって思ってたんですよ。僕あのキャラ苦手だったんで、じいさんが吉宗の。でも受け付けない、受け付けなかったんだけど、だけど超面白いこっちのチームはもう出玉最高潮、ね、絶好調でございましてね、2人ともプラスです。ドラキュラもすぐ引いてました。そうですね、早かったですね。投資5000円もいってない。3000円ほら、3000円1000円だもん。5000円17000円ワンナナワンナナ、よしよし。まだ ART 中でしょ。僕は、ね、俺も ART 中。高木さんも、いや今違います。あ今違う、はい、でもがっつり持ってる。ここからのそのいやいや足引っ張り、あの先生は出てるからいいよ。まあいい、まあ、どっちかっていうとこっちサイドで。唯一子役数えてるんですからね偶数設定と奇数設定で、うん、チェリーとスイカの出現率が全然違うんだよって言ったから、それはすごいと、うん、で偶数でどれくらいで奇数でどれくらいなんですかって言ったら、そこはって言ったから、え、数えてんのそれで今数えて今もそれがいくつになったら何なんですかって言ったら、そこはって若干下を向きながら、これはね、あのいつもの漫画のパターンパターンですね、今井さんのね。なるほど。さあというわけでございまして、はい、じゃあ前半戦終了でございます。次週お楽しみにと後半戦では、また来週です。さよなら。またす。こんなこと言ったことないね。ここ多分使われますね。ほらよ、いきなりこっから来た。ほら、さあ9月の16日に発売するということに。豪華タレントたちが多数出演、人気テレビ番組が YouTube で見れる。充実のラインナップで配信、毎週火曜水曜配信。ウイチと光るの面白いテレビ、毎週木曜配信。魚拓と成瀬の月とすっぽんぽん、英語やつばったな。第1第2金曜配信、サイトセブンカップ最新大会。ガーンとミスタロー終わったよね。第3金曜配信、ガリゾート遊びの川崎未公開シーン。なんか言っちゃった。メンバーシップに登録して限定動画を楽しもう。リクエストもどしどしお寄せください。サイトセブン TV。